こんにちは、スタイリストの田辺沙織です。毎度、今回は自称ザラの達人としてザラのネットショッピングのコツを伝授したいと思います。この動画を元にお買い物したら絶対に失敗しないので、よくよくよく見て覚えてください。それでは早速いきましょう。レッツラゴー。テクニックその1、ベストセラーアイテムの中でも特に店頭在庫が少ないアイテムは高見えの可能性大です。アプリを見ているとニューの次にベストセラーのアイテムが出てくるんですよ。そこには人気のアイテムがどん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 並んでるんですけど、その中で店舗アイテムをチェックしてみてください。店舗アイテムがその中でも少ないものっていうのはベストセラーアイテムの中に入ってるし、しかも店舗で実物を見て手に取った人が購入しているということなので、デザインはさることながら素材とか着用感もいいんだろうなと思うヒントの一つでございます。田辺がそのようにして導き出して購入したアイテムは、前回のザラ購入品アイテムで紹介したショートトレンチです。これはベストセラーアイテムの中にも入ってたし、しかも店舗の在庫が少し少なめだったんですよ。やっぱり大当たりでした。生地感もめちゃくちゃいいし、高見えして着ていると絶対どこで買ったの、すごい可愛いじゃんって褒められます。なので皆さん、どれを買おうかなって迷ったらベストセラーアイテムをチェックして、その中でも店頭在庫少なめのものだと結構高見えの可能性大です。テクニックその2、コプリン素材に外れなし。ザラファンの方気づいてるかもしれないんですけど、コプリンワンピース、コプリンブラウスとか結構ね、ザラのアイテムの中でポプリンって使われがちなんですよ。田辺の統計的にポプリン何ちゃらを買った時に外れる可能性が非常に低いです。ちなみに今着てるこちらのブラウスもポプリンです。このブラウスはね、フリルポプリンシャツホワイト、5,990円税込みです。このシャツ超大当たりじゃないですか。そもそもポプリンって何なのって感じなんですけど、ポプリンとはシャツみたいに張りがある素材、軽くて着心地に優れた生地のことをポプリンと言います。このポプリン素材を使ってるアイテムはワンピースにしてもシャツにしてもブラウスにしてもペラペラすることなくて、結構しっかりとした風合いのある素材感のものが多いんですよ。超高見えするアイテムが本当に多いので、ポプリン素材のものは買っていて外れなしです。このねブラウスも5990円だけど、なんかもうインポートの高いねセレクトショップで買ったブラウスみたいな風合いがあるなと思います。ポプリンしか勝たん。ちなみになんですけど、昨日段ボールで届いたアイテムなんですけど、なんとノンアイロンです。天然感のあるコットン素材なので、ノンアイロンでも全然シワが気になりませんでした。このブラウスめっちゃ可愛いので、せっかくなのでコーディネートもお見せしたいと思います。こんな感じでデニムに合わせてみました。もうこれは王道でデニムに合わせるのが可愛いんじゃないかなと思います。でもあとはチノパンとかカーゴパンツとかに合わせてもいいと思う。で、今回はこのザラのこの間購入したラタンバッグにカチューシャとかをつけてパリっぽくしてみました。ザラ好き大優勝コーデで、さらにこのブラウスはコットン 100% なんですけど、よりシワがね気になるっていう方におすすめなのが、ポリウレタンとかポリエステルが少し混ざってるものを買うと良いです。ザラはサイトの中で素材表示がしっかりされてるので、こうパーセンテージを見て選んであげるのもおすすめです。それをね元に買ったのがこちら。こちらはストライプポプリンシャツというアイテムです。こういうオーバーサイズのストライプのシャツになります。こちらのシャツは 72% コットンで 28% ポリエステルが入ってるんです。なのでシワが入りにくいアイテムだと思います。要するにポプリン素材しか勝たん。そしてシワが気になる方はポリウレタンとか化学繊維がミックスされてるものを選ぶとなお良しということです。テクニック3、パンツはスリムタイプを選ぶと良しです。田辺が買って成功したアイテムはこちら、じゃーん。先に向かって細くなるようなスリムタイプとかテーパードタイプのものを選ぶと失敗しにくいです。これのアイテム名はハイウエストパンツです。で、このパンツはね本当に有名なザラの名品パンツと言われてるものなんですけど、丈感で失敗したことはなくて、結構日本のサイズと同じような感じの感覚で選んでも丈が長すぎたとか短すぎたみたいなことはないです。ただ一つだけ注意するところが、ふくらはぎ周りが割とあのぴったりめになってるので、腰周りのね寸法が合ってたとしてもふっくらはぎ周りが気になるなっていう方は一度試着しての購入をおすすめします。テクニック4、ベージュやグレー、カーキみたいなニュアンスカラーも失敗しづらいというところ。
ところです。というのもザラのニュアンスカラーってグレーのフィルターをかけたような洒落たカラーが多いので、普通ニュアンスカラーのアイテムをプチプラで買うと、なんか例えばベージュだったら、うわーなんかちょっと黄色強すぎるなとか、ニュアンスカラーって色出しが本当に難しいんですよ。なんだけどザラのね成功した T シャツなんですけど、じゃーん、こちらのベージュの T シャツ、ちょっとスモーキーな感じのベージュで、とっても高見えするカラーなんですよ。ベージュが浅すぎたりとか太って見える色とか、そういう感じのものが少ないんです。もう一個成功したものなんですけど、このねカーキのジレのセットアップ、これは昨日届いたものです。これもねすごくカーキの色味が浅すぎず、ちょっとくすみがかっていてスモーキーな感じがめっちゃ高見えします。写真とかもフィルターをかけるとおしゃれに見えるじゃないですか。それと同じような感じで、お洋服とかの生地もスモーキーな感じの色が入ってたりとか、すみがかってたりとかするとおしゃれに見えたり高見えするんです。なのでザラでお買い物するとき、ベージュとかグレーみたいなニュアンスカラー信頼して買って大丈夫だと思います。カーキのセットアップを着てみました。やっぱりこのねカーキの色味すごく高見えすると思います。めっちゃ夏先取りコーデです。キャップもザラのものをかぶっております。足元はプラットサンダルを履いております。これもちょっと後で紹介するので楽しみにしておいてください。ザラのものです。おいしくない？テクニックその後、サイズ選びです。ネットショッピングでね一番悩むことってサイズ選びかなって思うんですが、それも解決できます。田辺がいつもやっている方法は、手持ちのザラのお気に入りアイテムの胸周りや腰周りを測り、それに合わせたサイズ感のものをゲットするというやり方です。ザラのアプリを見てて、これはやった方がいいなって思ったのが、こんな感じでね腰幅をサイズごとに分かりやすく書いてくれてたりするので、これをチェックして買うのもいいかなと思いました。あとはザラのアイテムって日本ブランドよりも少し大きめの作りのものが多いので、ワンサイズ落とすのもおすすめです。田辺は日本のブランドのものだと S サイズを買うことが多いんですが、ザラだったら XS を選ぶことが多いです。あとこれがね最近すっごい助かるなと思うザラの機能なんですけど、 AI 機能を搭載していて、サイズ選びの時に毎回推奨サイズを出してくれるんですよ。例えばこれを買うぞポチッと押したら、その中で XS のところに推奨サイズって表示されるんです。これって今までザラでお買い物した記録をもとに、その人のサイズに合った商品を AI が導き出してくれてるみたいで、それにね従って買い物してたんですが、割とそのやり方で失敗することがなくて、結構この AI 機能は信頼できるんですよ。なのでおすすめです。テクニック6、丈感選びなんですけど、これもザラですごい悩む部分だと思います。選ぶ時に気をつけてほしいポイントなんですが、この写真を見てください。第2長身のはずの外国人モデルさんがヒールを履いても丈がずっているパンツってあったりするんですよ。そういうワイドパンツは試着せずに買うのは少し避けた方がいいかもしれないです。裾直しが必須になってくるかと思います。テクニック7、バッグはラタンや刺繍などクラフト系を狙うべし。今回田辺が購入して成功したものはこの2つです。どっちもめちゃくちゃ高見えして可愛いアイテムだと思いませんか？このラタンバスケットは前回のザラ購入品でご紹介したものなんですけど、これはね本当にコーディネートにもすごく使えるし、何より軽くてしかも高見えします。でこちら新しくゲットしてきたのがミラーバスケットバッグエクリューなんですけど、これもねめちゃくちゃ凝った作りになっていてすごい可愛くないですか？何が言いたいかっていうと、ザラだけじゃなくてプチプラのブランドで革とかレザーのバッグを買うとどうしても高見えするのが難しいです。やっぱり本革じゃなかったりするのでテカテカしていたりとか、プチプラ感がどうしても出てしまうアイテムが多いので、やっぱりプチプラで選ぶんだったら田辺はこういう映え系のクラフトバッグを選ぶのが硬いんじゃないかって思います。しかもザラって映えるバッグがとにかく多いんですよ。他のブランドさんにはないような映えバッグがたくさんあるので、どうせザラで買うんだったらこういう映えるクラフト系のバッグを買いなはれと思います。はいはい。テクニックその8、靴はソールが厚めのものを選ぶと失敗しづらいです。というのもザラだけじゃなくてプチプラめのブランドに全般的に言えることなんですけど、ソールが薄いものを選ぶとそこが硬かったりして歩きづらいっていう声がね聞いたりもするんですね。なので田辺的にはこういうね厚底のものをおすすめします。ペタンコめの靴とかフラットシューズとかは割とクッション性がそんなになくて、
なんかいい意味でペタペタ履けるみたいな感じのシューズが多いんですけど、厚底めのものはザラさんって結構こうクッション性があったりとか本当に歩きやすいものが多いんです。なので田辺もサンダルとかローファー、ブーツもどれも厚底のものを選ぶようにいつもしてます。でもバレエシューズとかは結構底が柔らかめのものが多いからぺったんこのものを選んだりもするんですけど、基本的には厚底めがおすすめです。このサンダルもめちゃくちゃ可愛いと思ってゲットしてきました。すごい楽ちんそうなのにちょっとモードな感じが出る感じで、このサンダルはネオプレントラックサンダル、税込み7590円です。ソールの厚さは 5.7 センチもあるんですよ。身長が漏れてめちゃくちゃ嬉しくないですか。これ前もしっかり厚いので 5.7 センチあるといってもほとんどねそんなにヒール高くなくてめちゃくちゃ歩きやすそうですよね。こういう底厚めのアイテムを選ぶと靴は本当に失敗しづらくておすすめです。はい、皆さんザラの購入テクニック紹介いかがでしたでしょうか。このテクニックは、まあ、ザラだけじゃなくて他のネットショッピングでも応用できるものかなと思うので、ぜひ皆さんこのね動画を参考にお買い物していただけると嬉しいです。この動画が面白かったなとか興味を持っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。全部お返事いたします。それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイナラホーイ。こういう可愛いクラフトのバイバッグを買うのがカタンカタンっていうか推しやって感じ買うんやって感じ、買いなはれ。